暑いから、まあ、これだけ冷ましておくとまた出して冷ますとねまた作業が楽なんで、今7時頃に出てくる人がね、すいません、まあこんなとこでございます。
地はもう二股で珍しいんですけど、まあ、あの出は京都なんです。京都の、上高野中とこから、まあ、こっちで出てきて、で大正の末期でしたかね、ここへうちの先祖が出てきて、これでちょうどあの向こうに有線児童団っていうのがあって、そこにちょっと分析っていうので、あの、まあ、呼ばれてちょっと出てきて、そんで、まあ、ここの土地に、まあ、こういう九谷の原料ですかね、こういうのをやってみないかということで、ほんで、まあ、ここに移り住んだのが始まりです。製品で褒められたことないんですよ。とにかく当たり前やろみたいな、それがあの時に、まあ お前んとこの粘土はこれがいいから、こういう状態がいいから俺も使っとるんや、あれ言われた時にちょっとああと思って、初めてあの時褒められて、何十年やってきて、何十年やってきて、本当にただ今まで悪いことは欠点やったら人からよく言われますから、もうゴミが入ってる、鉄が入ってる、それが結構言われる。これでもその時に関しては作りがいいからとかもう一点言われまして、ほんで何やこんなんやったら、あの もっとそういうことを言ってほしかったら、そしたらもっと自分がやる気になってやったのにと思って、まあ、それ言われて、自分も必要とされとったんやなと思って、自分のやっとることも半分汚、まあ、もうほこりだらけの商売というか、そんなに魅力的ではないですけど、まあ九谷焼に関しては、まあなんていうかね、元のとこですから、まあ皆さんにとっては、まあちょっと重要なとこちゅうか、はい、伝統は残していきたいですね、この商売。はい。ここを始めてからは、だからもうさ、100年近くになるんじゃないですかね、この場所では、昔はこの駐車場の部分がちょっとこう斜面になっとって、飲み食いしのでっかい上り窯もあったんですけど、その窯跡で私は小さい頃遊んどったりして、火事で火かぶって死にかけたこともありますし、やけどの跡ですけど、そんなこともあったり、平成に入って市場規模が3分の1になった時はもう本当に潰れる寸前まで行ったこともあるし、まあまあいろいろありましたけど、まあ、結構そういう中でも、まあなんというかね、
やっぱり作る喜びみたいなものがやっぱりあったんで続けてこれたんかなと思いますね。やっぱりものづくりが好きやったんやろね。イギリスにいた時に知人がなんかお土産にくれた九谷焼のキュースがあってで それが多分出会いですね。一番最初の出会い、もうそれ転写の九谷焼なんですけどファーストコンタクトみたいな感じですね。とにかく自由にこう自由に表現を広げていってもなんか規制されないっていうかなんかあんまり束縛を受けない、その時々でなんかこう美しいものが変わっていったらその美しいものに対して九谷がどういうふうにこうアプローチしていくかみたいな感じで九谷焼の歴史ってできてきてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そういうタイプの芸術だから自分も その中で存在できるんじゃないかなっていうふうに最近は思ったりします。でも本当はなんかそういうことを明日お弁当買ってきて、ありがとう、うん、サンドイッチ冷蔵庫入れとくね。
私今年50年ほど経つけど初めてこんなバクとかいうもの書いてほしい言われてどういう形しとるもやら全然わからないし、いろんな動物が組み合わせたみたいな。そうそう、なんか花見るとゾウさんみたいな話しとるし、体見るとあのカラジシみたいな体やし、そして背中にトゲ生えとって竜みたいな背中しとって、職人として大切にしていることっていうのは一番大切にしていることって何ですか？ね、あの私自身もあの昔の人の作品を参考にして作る場合も多いんです。とこの焼き物っていうのは比較的変化なく残っていくものですから、この平成とか令和にかけて作っている私たちの品物もうまくいけば100年後とか300年後とかに残るんで、やはり後世の人に恥ずかしくないものと思って気持ちはいつも丁寧に手を抜かないとか筆を抜かないとかそういうことをモットーにしてますけど、真面目ないい仕事をしたいっていうことですかね。他には若い人に教えようっていう気持ちがすごく強いですね。うちへもう30年近く誰か必ず僕の横に座ってるんですけど、その人に自分が学んだものを全部伝えたいって、これは絶対教えないぞっていうようなことは一つもないですね。また反対に教えられることもありますけど、ええ、九谷全体がそうだと思います、うん、黄泉の国から緑になってまた夜になって黄泉の国に戻るとね。はい、まず食べて。はい、緑から。あれ？こんなままだったっけ？新しいデザイン、はい、いいじゃん。あ、これ八何番？八ひわです。八ひわやね。はい、あ、求めとった色やわ。ここは30年前に三代が見つけてくれた場所で、田んぼ3枚造成して作ってもらいました。まさか30年後にこういうふうに映画になるとは父も思ってなかった。どういうお父さんだったんですか？どういうって、まあ遊び人っていうか、うん、一言で言うととんでもないやつまあ家族にはあんまり良くな、あんまりとか全然良くなかったけど、四代継いでからは、そんなもんかなと。ナマズのいる絵付けできる川とか、カメちゃんも寄ってきたり、お魚ちゃんもバンバンいたりする裏の川ってあんまりないかもっていうのをこの夏に感じてる、最近感じて、今までは秘密に
しときたかったんだけど、病気してなんか独り占めしとくの、ダメかな、ダメっていう言葉は良くないかな、独り占めするべきじゃない、癒されたい方、心の病になりがちな方に、陶芸もそうだけど心の皮を持ってもらえたらいいなっていう、外から来た人間がクタになりながら家族、一家、子供作って、その作品だけで、作陶だけでご飯食べていくって多分すごいハードル高いんですよ、本当は。でもそれをやってるから、なんとなくこう運が重なっていいことが起きて、それができてるから、すごいこう一からの営みっていうかベースがあるんじゃなくて、一から営みを始めてどう続けていくかみたいなのがあるんで、でも子供をなんかこう育てながら、作家を しながら、こうなんかちゃんと営んでいくっていうのもすごく意義のあることだと思っていて、それも子供を産んでからですね、なんか それもやってること自体が意義があると思っていて。